肉焼いてほしい。なんかめっちゃ言われるんだけど、ラスボスで肉焼いてほしいって。それどういうことなん。なんかラスボスの必殺技肉焼いてたら当たんないみたいな、めっちゃコメントに言われるんだよね。本当なのそれ。え、肉焼いてるだけで食らわないの。マジ騙されたと思って一回やるからね。行ってきまーす。ラスボス最近聞きづらいよ。あ、そうなんだ。まあ、でもなんか慣れてるし。初見です、どうも。いや、いぶし巻彦はもうぶっちゃけかばせ巻彦だからいらないっしょ。もう考えなくていいと思う。縁起ならたたた姫、あいつのことさえ考えてればなんとかなるなる。いぶし巻彦の気持ち考えたことある。これから死にゆく者など知らぬ。死んでゆく者は置いていくのみ。お前の弱点どこ。てかこいつもう弱ってる。終わり。かませー犬猫。いけ、あいつ死ぬ前に奈良たた姫を止めろ。おー、かわいそう。やべ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 。アタマをセジュリバダイユブ。やべ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 。当たるんかい。スライド担当した。え、来たくねこれ。へ、スタート。タッ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 。いけなかった。やべえやべえ、ふざけてたらしいね。あぶねえ。あぶねえ。あぶねえ。割とでもいけそうだな。可能性感じましたね、でも。いや、でも今、可能性感じたな。ちょ、もう一回やっていい？え、マジ？成功させて。よいしょ。成功させて、稼ぎて。来た？え、来てねえな。え、もう一回来るぞ、多分これ。あ、来ないわ。テオ！テオ！テオニャン、おててがクリームパン大好き。テオニャン、テオニャン、テオニャン、ソウルさせて、ソウルさせて。テオニャン、テオニャン、テオニャン。おい、あー、味方に乗った。いるのか。ナイスー。来たくね。よし来い。これもしかして普通の技じゃん。いて、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 え、また来て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 。はい、どうぞ。無理ー。絶対無理じゃんこれ。ちょっと飛躍ないんだって俺。ごめん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 、本当にごめん。戻り玉使っていい、戻り玉使っていい、戻り玉使っていい、戻り玉使っていい。持ってなーい。あぶねー。ちょちょちょ。行くぞー。よく見たら味方が全員タチライト575だ。ハンターランク100あたりも参加していいんですかね。僕が100なんで。おお、来た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 。来い来い来い。このタイミング無理ー。いや、飛躍飲んだらもうワンチャンス。いてー、ちょっと待って。あ、これ一番安全かも。開いてない。はいはい。マガマガの方が来ない。いや待って、早くね。待って、見極めろこのタイミング。ここ、絶対無理じゃん。はぁ、積んだこれ。積んだ。どこどこに逃げれば正解なんですか。なんか全部避けるた。おー、もう、あれ、避ける方法ないの？生き残ってる人すげえよ。爆発した後中心に行くといいですよ。え、そんなタイミングあった
か。え、待って、ずる。こいつリスキルだ。お前ファン目送るぞ。よし来い、俺とお前3度目の正直、泣くか笑うか今宵が決める、今宵で決まる。はい、ここバカ野郎。避けれるって言ったやつ誰だよ。もう避けれんやん絶対。ナイス。おい、もう一回ダウンして。無理。おい、きたー、この技かーい。俺あっちの大砲使うわ。ごめん、俺が先。だよこれ、信じるよ。俺は大地、我が大地、肉焼きの神、ここに来たレリ、頼むー。おおー肉焼き回避大成功。攻撃肉になっちまった興奮しすぎて全然タイミング見てなかったあ、こうやって避けるんすね、この技え、なにこれ、決まったー、すげー。大興奮して焦がしちゃったのが悔やまれるけど避けれるんすね、あれ。ちょっと前から動画に出てくる犬猫の新しいやつ可愛くて好き。ありがとうございます。可愛いでしょ。可愛いついでに、あの犬猫って声僕の声なんですけど、可愛いですよね。ええ、本当だよえ、ちなみにマジだよ。え、今やって、犬猫ほら本当だって、女の人の声じゃないって、あれ俺の声だよ。え、マジ雇ってないって、編集者さんとか雇う金ねえから。俺めっちゃベランダに虫が出る話前したじゃん。なんか防虫剤買いに行ったのよ、薬局に。蚊が出なくなる最強のスプレーってわかる？1本800円ぐらいするやつ、めっちゃ高いやつ見つけて、これ買おうかなと思ったんだけど、お金ないから隣にあった、2本で400円のアースジェット買おうって思って、まあ、そっちで我慢しよう。ドロロロロロバチコリー！今日そっち買ったんだけど、良かったことがあって、後で友達に話してこのことを知ったんだけど、あ、友達いなかったわ。これ妄想です。後で天井に話してて、天井に聞いた話なんだけど、蚊がいなくなるスプレーってさ、なんか、生物全部死ぬらしいじゃん、周辺の。なんか家の中で撒いたら、飼ってるペット死んだみたいな話とかあるらしくて、それ聞いてビビったんだけど、俺隣の家の玄関に、ペット放し飼いしてて、ベランダにそのスプレー撒いてたら、俺隣の、犬殺してた。危ねえって思って。でも本当にアースジェットでよかった。めっちゃ怖かった。え、マジで俺、明日配信できてなかったかもよ。今頃警察にお縄になってるとかだった。なんか人間だけ有害じゃないらしくて、俺には有害かもしれん。今日のパンツの色教えてください。命が危ないんです。ベアラリルさん、500万。ありがとうございます。骨は拾います。潔く、天国へ。お、あっぶねえ、俺が天国行ってこだった。オッケー。待って待って、いやー味方が天国行った。尻尾欲しい。ん？これ尻尾じゃないの？あ？尻尾剥ぎ取れない。え、俺剥ぎ取った無意識に。これ枝か。いや枝じゃねえよな、これが尻尾あれ、俺剥ぎ取ってたっけ。勲章今どれくらいですか？勲章は今 80% くらいはできてる予定ですね。しかし現実は 42%。ジジイ。は？全然終わってないじゃん。もうわかんない。これどうやってクリアすんのこれ。ハテナハテナの場所なんてクリアできるわけなくない？これ攻略本見ない派だからさ、ヒントなきゃ開けようがないじゃん。昔はヒントとか教えてくれたのよ、NPC。今やこれですよ。ノーヒント。俺たちがゲームイズを見てる前提ですよ、これ。